1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。ドリームレース第12レース、1号艇、4号艇、5号艇、6号艇、スタートを決めて出ていく。一周一幕、1号艇森屋が逃げていく。3号艇の加賀がまくり出して、その間を割った。4号艇渡辺がまくり出していく。向こう正面は4号艇渡辺と1号艇森屋の先頭争いです。スタートは前提正常でした。4号艇渡辺、1号艇森屋並走。3番手は5号艇藤原雄星。一周二幕、ここは4号艇の渡辺に対し外行った。1号艇の森屋美穂振り切っていきました。4号艇渡辺由美です。先頭に立ちました。4号艇渡辺由美。森谷選手をしっかり捉えましたね。はい、ここはもう行こうというよりまくり差し決めようというところでした。いや、もう体が反応するままにいったって感じです、うん、そうなんですね、はい、あの前半ね来てくれた時にちょっと体感にちょっと少し違うかなっていうところがあるって言ってました、はい、このレースに向けてはどうだったんですか。後半はプロペラの微調整だけで行ったんですけど、うん、あの違和感はあるんですけど、レース行ったら、まあ、一着でしたし、この体感がいいのかなって感じです。じゃあその体感をしっかり覚えとかなきゃって感じですかね。そうですね、まだ馴染んでないんですかね、ボートとかも新しいですし、多分軽いんだと思います。今日は連勝で終わりました、はい、明日に向けてファンの方にメッセージお願いします。はい、もっともっと熱いレース見せて盛り上げていきます。応援してください。